ご視聴ありがとうございます。ハレルヤの高野です。第22回 MTG 対戦バラエティハレルヤコンバット、今週末11月26日にモダン新挑戦者決定戦が行われるということで、これモダンの試合をお届けしたいと思います。対戦相手はこちらの方です。モダン新松尾です。どうしましょう。すいやだ、緊張してるよ。緊張してるね。あんまり言ってない。慣れてないからね。なんかちょっと恥ずかしくない。2回目してあそうです、ね、1回目と2回目とだいぶ違うからね。モダンばっかやってるわけじゃないでしょ。そう、僕はモダンだけじゃなくて本当にそのスタンもやったし、でむしろ本当に前のイデアやったし、モダンばっかやってるわけじゃないですけど、あ面白いですよね、やっぱモダン。まあ色カードプール広いですね、スタンダード。そうエクサラなんか使えそうなのありました。最近見てるとやっぱタマドー B がすごい。タマドー B が名前がちょっとわかんないけど、タマドーなんだっけ。タマドーってあれも使うの。いや、最近あれなんか人間とかに入ってってみたいで、そう、だから立ち回りたいですよね。武道がすごい強くなったみたいな。だから今その奉仕人間とか奉仕人間とかってすごい名前が何色でもできる。そうそう、2番1に新しい飛行艇、コナコンを戦うみたいな。ああ、なんか催眠の秋の足みたいな。それやっぱ飛んでる人間ですごい強いなって言って、今海外の方で結果を出してるって聞いて、すごいなと思って、デッキが増えてきて、そう、前の環境で言うと、なんかその列車道強い、それに対してトロンが強いみたいな環境じゃなくなってきた。デッキの可能性が増えてきて、いろんな可能性が出てきたらしいっていうのは本当にモダンってすごいなっていう感じがしますね。フロンティアもあったりするのでフロンティアもあったりするのですけど、俺は使いたいカードを決めようって言って、うん、ディグスルタイムってのは使う。あ、まあそれはそうだよね。いや、でディグスルタイムを使ったデッキで参加して、うん、ディグスルタイム打つ前になんか死ぬ試合みたいな、自分は事故って負けた試合があって、うん、こう事故ジェジェっていうのは、あ、ジェって事故ですね。事故のジェって、事故のジェって、あ、そこにちょっと話を出させて、事故のことを略してジェとか、噛み合いのことをケとかね、あとは投与を T っていう、最近投与のこと面白くて、こうやって T ってやったんですよ。こうやってこうやってこうやって T、もう負け負け、TT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 
そう、なんかハサミデッキね、当たった時にハサミがプッシュもできなくて高い方まで負けて、ゴミ RK じゃねえかこいつって負けて、その反省を生かして、その大会の後にリーグデッキ改良したらものすごい強いデッキになって、で、プルンって優勝しちゃったんだけど、そうだね、やっぱね、ピアとかパワーのピア、そうそう、向こうパワーのピアだったら、うるさいけど神 RK なんじゃないのか、 K 対 P は負けるんだって、 P 対 P だよね、 P 対 P ね、 K 対 P は負けるんだっていう、 P 合わせないから、 P 対 P 合わせないと失敗したって、 失敗したね、 P 対 P とか K とかいないって思うんだけど、 いつも困っちゃうんだけど、じゃあそろそろやりますか、そうだ、もらいしますか、じゃあそうだ、無駄な話ばっかりしますよ、じゃあ試合しましょう、じゃあしましょう、試合しましょう、お願いします。そうそうそう、ちょっと欲しいなと思った、皆さん僕も知ってるならちょっとそういうのを、じゃあ、うん、お願いします。どうしてこっけ、うん、そっち押してこかん、忘れてた話にしちゃったね、これはどういうか、こっちの方が何やねん、これランタンですね、いや、まだわかんない、まだわかんない、ライブラリアントかもしれない、ライブラリアントかもしれない、まだわからないです、エルフ、エルフエルフランド、エルフ指定しちゃった、エルフエルフ指定から上げる、あ、これランドエルフにしよう、これもエルフ使える、これあ、これエルフですね、ちょっと引き出しいですか、これお互い5時行くの、あ、エルフですね、これエルフですね、でもまだわかんないから、でも進化は注目のね、うん、俺も注目進化を終了、これイクサランのカードですね、相性いいんですよこれ、相性いい、チームですよこれ、確かに、しかも探せるわ、なんか確かに言っちゃったけど、いや確かにな、すごくない、すごい、そうそう、プレイ、あ、普通にコンボあった、あっ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 、じゃあ広島ですよ、エド、うん、どうする、うん、ガラクタ、ガラクタ、ラフギープアズカンタ、あ、やつ、なんだこれ、ちょっどうしよっかな、とりあえず古き物活性打つか、活性剣で5枚います、1、2、3、4、5、ググリウムスズワつけ続けるかで、ハンタ加わった、あ、いいよ、
グリマボイドからシモン。シモンやるね。おお、とりあえず実際落とすから、で、コーリングと、結構でも危ねえな、もう危ないぞこれ。コーリングとそいつとドゥイネン。ああ結構強いな。グリルエンド。なるドロ。はい。半分いたのか。プレイ。ドゥイネン。プレイ。いや。もう何もできない、何もできない。できるわけじゃない。テイク。よし。エンド。エンド時、ぼちこやし。はい。1回目。はい、1回目。はい。はい。かっこいい。2回目。はい、2回目。はい、了解、はい、じゃあアンダップキープ、はい、預かった、オッケーいらねとりあえず墓地の墓地パンはバイバイで繰り返すか変身した変身しました、どうぞ、オッケー、サンタップだよね、サンタップ、オッケー、シモあーそれはよくない、コールあるだよな、それはよくない、どうすかな、捨てられるぐらいだと思うんですよ、まあそうだな、はい、オッケーです、はい、遺産かな、遺産、遺産か、了解、で、それ確か何もなしかな、はい、確かな、はい、はい、遺産か、はい、了解です、まあインパルスにかける全てを頼む、引いてくれ、えずりだったら死ぬかな、えずりだったら勝ちます、あれでもまずいね、コンバット、オッケー、なんでだなんでなんでなんで、1、2、3、4、5点、全部でいく、バレちゃうんだよ、それはまあオッケー、エンド、これ先食うのがいいのか預かんたらいいの迷うね、噛み合いで墓地に落とし込む作戦もあるが、いやここはインパル入るか、インパル、インパル、オッケー、オッケー、あー強い、アズカンタ強い、これどの順番でしたっけ、好きな順番でいいのかな、最近これ分かんなくなっちゃうんだよね、なんか普通にいいからね、はい、じゃあお願いします、使わない、使わない、使わない、危ない、危ない、もう危ないから、あ、なるほど、で、ワナッパ、ワナッパ、オッケー、あとはランタンを探しに行くだけのゲームだよ、あドロー、はい、ランタンが今ゲームエンドやな、どうせランタン、エンド、はい、じゃあアップキープに、アズカンタチェック、オッケー、加えとくか、盤石にしとこう、エンド、悪いドロー、はい、遺産メインのね最上の剣台がいる可能性があるから、ゴー、オッケー、アップキープ、アズカンタチェック、オッケー、落ち、落ち、ドロー、オッケー、アズカンタ使っちゃうか、アズカンタ1、2、3、4で起動、オッケー、パス、オッケー、1、2、3、4、痛恨オパモオパモキャスト、オパモかエンド、ワンドローかな、了解、ワンドローパスキープドロー、はい、厳しいっすな、エンド、オッケー、お互い、オッケー、お互い、オッケー、あ、これハリーね、あ、オッケー、オッケー、自由した、あ、ランタンした、回収できるんですよ、これ、知ってるよ、知ってる了解、で、アップキーパーズ、簡単に4つ、これもライバリー危ない、大丈夫だな、3枚あったら勝てるね、墓地、ドローを、で、1、2、3、4、5で起動、OK、ランタン、OK、そのキャスト、OK、お互い4つ、シャモン最大引きでターン終了で負けですね、でかいやましかった、いやーサンデス2連打きつかったな、危ねー、アズカンタ結構強い、いや強かった、普通にこれ強いよ、強かった、強かった、そうそうそう、何枚入ってんの、あ、なんだ、2枚入ってる、2枚、私4枚したんだけどね、なんか多すぎた、さすがに、いや、これパンポンったら変身するのこれすごいよ、すごい、パン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 変身ってなるから、ガラクタもある、ギタジもあるから、ガラクタもあるから、これ確かに変身しやすいんだよ、このパワー、すごいね、はい、よし、じゃあ先手もらいます、よけはい、
オッケー。こっちか。アカデミールインでグルエノ。オッケー。ゼロ。はい。シマノでエルフ。オッケー。シマノでルイン。ああ強いな。オッケー。とりあえず鈴木どうお互い落ち、えずい、毎回で落ちるな。嬉しいな。落ちるんだよね。はあ、結構盤面強いな。少し打つしかないな。マンコ。OK。ゾウジュ。ハンデスとマンス修正。マンス修正はダイヤツ。はい。ハンドステルカードはピクシス。OK。こういくと、危な。了解。ゴー。はい、コンバット、はい、本当にコプしましたね。違う違う違う、誰もコンバットしかない。なんだあいつ。なに。はい、ゴー。おお。片山片尾さん。片山片尾って何。なんとなく言った。とりあえず起動するか。おパモが行っちゃった。おやった、土地引き分けすんだ。払うわ、じゃあ。払った。やばい、やばい、これスイム打つんだけど、やばい、グリモードは爆発するかもしれない。知恵の可能性が、ケイの可能性がある。いや、爆発しろ。やめろ、キューすんな、ドロー。やめろ、ワンドロー。ワンドロー、OK。材料券でやろ。くぅー。危ねぇ。コンバット。なんていうんだ、5点。5点。痛い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 。13? 13だよ。OK。やってるかな。エンド。じゃあ起動。はい。13。あとゾロ。いいよ。まず火星券。はい。5。1、2、3、4、5。あった、とりあえず。とりあえずあったけど。あったでした、送る。加えた。プレイ。オッケー。ごめん。どうしようか。高い持ち。ちょなんでだよ。お、いいぞ。エンド。ドロー。はいよ。今回オッケー。コンポニーばっかじゃないですか、ちょっと。コンバット。はい。アタック。でいくだよ。じゃあ、5点。はい。エンドで。まずい。ちょっとアンタップするかも。おいよ。スルー。おい。キープにグール起動すれば、中退プレゼンス。そんなことねえな。ゼロするか。ゼロ。ゴミ。ハンド使わなきゃいけないんだよな。打つしかねえ。活性圏。とりあえずランドあった。一番下、後輩。Okay. ワンアパ。OK。ターン5。言うて打ちますよね、これ多分。第1なんだよ、俺ハンドね。負けかもしれない。で、そこは見えない状態。うん。見えない。では、ではこういう感じ。あのトップにあるそのうちのカード、あ、じゃあ、では、これ、こういうごちゃっけ、うん、まあ、さっきやった、そうやろ、それこれ、うん、それこれだけ、だからこういう感じで見てる感じ、こういう感じでライバル見てる感じが見えない状態。なるほど、いいか、そう、分かりやすい、ランタン、ランタン指南は、指南動画にしてもいいくらいだったら、やったし、それで言おうと、T さん、うん、そう、で、下に送った後にトップ交換して、で、ターゲット見ていいよ。まあ、罠かって言うけど、まあ、サクリさん。で、たまれます。オッケー、どうぞ、効果でコンバット。もう何もできない。パンチ、いい力だった。なんだあんまりいい場面じゃないか。気をします。はい、だよ、ち、まあ、どっちでもいいか。だぞろ。はい、で、効果で、しょうがなき。はい、ちょっと打つ場所もうないんだよな、これ。観光。まあ適当に。ライフはもうやられたら負けだからね。まあこいつを落としとくか一緒じゃん。OK。じゃあ、楽しよう。はい。
高い星。はい。行ってこうか。そいつはもういい。ドロー。はい。はい。セットアンド単勝量。ドロー。くーは、いいか、もういいか。あ、いや、よくないな。普通に猫になった。パワーゼロ言うじゃん。ダメだよ。どっちだよ、そいつ。はい。パワー上がる分には問題ない。ドロー。はい。で、稼ぐ。1、2、3、5下送った、okay. で、公開そのまま、キャストして端子量、okay. okay. あれだな了解これティーだ、ティーだ、ティー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 ありがとうございましたありがとうございました悪いね、キーとかキーとか言っちゃってはい、というわけでお送りしましたハレリアコンバットいかがだったでしょうか。いやー、負けちゃいましたいやー、勝てたなー、今ラッキーでしたね、あそこのじゃあやっぱ K ですからね、 K ですね、 K ですよね、これは神谷の K、 ボタンは神谷の K、 いつも言ってますけど、ね、今回バブルじゃなかったんでバブル期待して皆さんに申し訳ないだろうありましたいや、毎回こういうぐらいで一応、タカさんで一応使うのなんだなっていうね、すごい市場になっちゃうんですけど、あの、来年、総合マットのグランプリがあって、そのスターもほら、レガシーで3人で出る大会だった。うん、あるね。で、僕はちょっとこれ出たいなっていう話したら、うん、レガシーでこれをできるやつ。できるやつ欲しい。これ、レガシーでこれできるやつ募集してます。そうそうそう。レガシーこれすると200万ぐらいかかりそうだよ。いや、ちょっと言われたんだ。4万過ぎて。言われ4万過ぎて。頂点の火事に勝つのが熱い。頂点の相手はせーの、エムラ。俺は、ギチー。ゲームセットって。焦点でエムラを騎士で返して、あ、キーパー渡しようかって。おー、マジっすか、負けですね。一番すごいのが、仮にフィニッシャーをバラクートにするときはすごくて、スケープって感じで、何持ってくるんですか、まあ、ボールか、ボールか、ボールか、ボール、バット、バット、バット、ボーンって。なるほど、すごい。かっかこれっていうふうに、値段でも圧倒できる。黒枠にしちゃう。これすごくないですか、黒枠だと値段が倍の方になるんだけど。30万円で3点飛ばすやって面白かったですよ。やっぱボタンやっぱ面白いです。まだこう機会があってやりたいですよ、はい、で一見こんなに申し訳ないけど、そんな松田一郎さん挑戦できる神挑戦者決定戦は、今週末の11月26日となってます。よろしくお願いします。ハレルヤチャンネルからの告知です。現在チャンネル登録者数1万人以上を集め、ハレルヤコンバットイン YouTube 選手を撮影しようと企画進行中です。よろしければチャンネル登録お願いいたします。今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。すいませんね、こんなんで。いやまた機会があったらしますね。はい、ありがとうございます。